はい、はい、じゃあ次の質問いきますか。はい、はい、お願いします。じゃあ次いきます。こちら、皆さんに質問です。はい、初めてメンバーが集まって話した時の第一印象はどうでしたか。これいいじゃん。どうですか、ちゃう嫌とかありましたか。嫌いやなあなるほどね。嫌いやなところですか。嫌いやな触れづらいね。嫌いやなね。なんかルビ振ってくれてんのかと思った今。これあれ、あの個人に対してっていうより全員で集まっての全員に対してのみたいな。そうね、そうね、そうね、そうね。でも答えにくいな。答えづらいな。あれあれ、なんでやろう、なんでやろう。あ、でも皆さんが集まってた時、多分お仕事していた気がする。そうだよね。そうや、いつまで経っても集まんないやついんな。来ねえな。あの、ネムの自己紹介は要がしてくれたんで、大丈夫。そうだね。要に先に自分の自己紹介だけ送っといたんで。すごい、すごい怠惰かなと思ったらめちゃめちゃ社畜だったんだ。そう。それで言うと、あの、ウルミアからレムへの印象は、あの、あ、すごい社畜の方が合格されたんだな。みたいな感じでしたね。逆に聞きたいな、その場いなかったからどうだったんだろう。あ、そうね、そうね、そうね。どうですか、シノとかどうでしたか。どうだっけ、初めての印象か。うん、これでもね、あの出会った瞬間シャリに抱きついたのを覚えてるんです。なんで。そうだったね。それはあったね。なんかね、フィーリングがあったのかね、俺らね。絶対シノギュッてしたのはめっちゃ覚えてる。でもなんか記憶ねえじゃねえかよ。でもなんか優しそうだなって思ってたよね。優しそうだな。でもなんか一個覚えてんのがあって、なんかすごいアルケイ先生がすごいこう先輩風を吹かせてたような覚えがあそうだね。確かに。なんか俺以外にもう一人リードはいんなと思ってた。その時。あ、そうそうそう。その時から。俺がクラブリーダーはアルケイだ。なんか最年少って分かった瞬間にね。その時から。何でも聞いた俺に。要さんとアルケイさんは自分がリーダーやと思っとったんや。あ、そうそうそう。二人でもリーダーだと思ってたから。いや、そうだから要はそれ、それこそなんかめっちゃ猫かぶってて。俺はカナメって呼んだけど、よろしくーみたいな。こんな奇妙喋り方してねえよ。よろしくやばい。で、なんか俺が、いや、このグループはこういうところが良くて、こういう風にしていきたいんですか。あ、それね、俺も思ってたんだけど、俺も思ってたって言わないこと。いや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 、こいつ、これ同じですからね。彼も一緒ですから、猫かぶってましたからね。いや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 。じゃああれか、二人の第一印象はもうお互いに、なんやこいつ。こいつ、好かんやつやな、こいつ、みたいな。なんや、うぜぇ。なんかうぜぇな。おもしろも裏もこんなんなのよ。この子たち。シャルとかは俺、そうね。やっぱみんなね、頭良さそうだなって。ちょっと前に出れない自分がおったんや。こいつらなんか会話の知能レベル高えなと思って。頭良さそうって。俺なんかポケーンと聞いてたけど、うん、でもなんか楽しいからいいやと思って。結構最近でもすごいガンガンね、そういう難しい言葉もね、ソシャルロボット使うようになって。覚えた。確かに。最近なんかビジネス用語を勉強してる。難しいよね、難しいけど、そう勉強しながらちょっと賢くなろうと思って頑張ってます。うん、どんどん忘れてますけど。じゃあ当の本人のウルミアはどうなんだ。あ、そうじゃん。ウルミアですか。なんかもう最初に言った通りですよ。だからすごい社畜の方がいらっしゃってもここにも来ない。それか。それか。さらっと言ったからなそこ。そうそう。それか。そうね。そう。でレムはそのそれこそじゃあ仕事が終わって合流したら。いやもう。第一印象、いや、うらちゃんとかはもう、やっぱ関西弁だから、あ、めっちゃ関西だ、話うまっていう。あ、裏でもやっぱテンション高いから、なんか和ませてくれるのはすごいなってのもあるし、でもやっぱ一番びっくりしたのは、あるちゃんよな。はい、おぉ、俺なんだこいつはと。うわちゃんとこのまんまなんだ。いやだって俺多分ね、それこそなんかそのシノが入ってきたタイミング、その普通にピロンって入ってきたタイミングで、俺シノに対して初対面、俺こそが根源って。いやーマジで第一印象良くないよ。コメントに良くない。ちゃんとこうなんだ。それ言われたよ。なんだこの人と思ったもん。だからね、ほんまにここに書いてある部署間違ってはなくて、なんやこいつってみんな思っとったよな。そうだね。はい、じゃあ次いきますか。はい、行きましょう。はい、次いきます。じゃあそんな感じです。なるほどなるほど、わかりました。じゃあそんなしのくんへの質問が来ているので、じゃあ次いきますか。はい、はい、こちらです。どどん、しのくんに質問で、最年少として一番頼りにしているメンバーは誰ですか。え、怖いっすよ。あら、怖いっすよ。おい、誰が先なんだ、お前は。誰だ。いや、これ、おじさん、なんだこれ、おじさんいんな。
難しいですけど。誰だ？え、でもそれで言うとね、あのメンバーそれぞれなんかこのこの時にはこの人がすごい頼りになってとかがあるんですよ。あ、なるほどね。あ、ね。なるほどね。都合がいいんだ。一番とかは決められない。都合がいいんだ。お前八方美人だな。違うもん。だってさ、これ難しいもん。これだってなんて言っても角が立つんだこれ。いや、いいよいいよ。いや、じゃあどういう時にどういう人が頼りになるの？え、もうそれで言うと、あのガチでまずい案件は要。ああ、ガチでまずい案件って何？ガチでまずい。これは裏裏で解決してほしい時は俺ってことね。そうそうそう、ガチでこれマジでやばいの要で、なんかこのなんかちょっとまずいな、あーちょっと今日心が良くないって時は売る。まずいレベルなんや。メンケア担当なんや。そう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 。で、あのレムはあの仕事のこと大体。これどうしたらいいですかって言うと、あの大体レムがあ、ここじゃいいよ。誰？誰やろ？レムですか？レムの解像度エグ。はいはい。ひっくっ。ほんで。で、シャルちゃんはあの一緒になんか頑張りたいとかの時はシャルちゃん。はい、絶対シャルちゃん。一緒にやるんだね。そう、一緒に頑張りたい。あのね、一緒の目線に立ってね、なんか答えてくれる。ああ、そうだ、ね、いいや。ええやね。ええお兄さん。で、なんかもう活動やばいなって思ったらあるじゃん。活動やばいな。やばいな。思ってたんですか、そんなこと。その時にしか頼れねえ。え、兄さん、あのデビューして2週間っすわ。もう2週間でもう活動やばいながあるの？そんなステージはパッてるんですか？まあでも やばいって言ってもあれだな。例えばなんかそのこういうところってどういう風にしたら伸ばせていけるんだろうとか。そうそうそう。でもそれこそスライドとかもそうだけど。あ、クリエイティブ系のね。そう、クリエイティブ系とかどうやったら伝わりやすいかなとかいう時はもうあるちゃんに。先を見据える時だな。あるちゃんは言ってくれんの？死の。俺がやってやろうかって言ってくれたらその時にお願いって言うのお願い。それもあれや、もう任せてるやん。その最初投げてるな。投げしてるじゃん。物騒な話かなと思ったら普通にクリエイティブ投げてるだけやん。投げてるし外注されてるんですか、アルケンさんに。やろうな。そうなの。はい、ね、そんな感じです。わかりました、はい、じゃあ次は、じゃあそんな同じです、ね、なんだ。はい、行きます。どうぞ。アルケンさんに質問です。前髪にある十字架の根源は生えてるんですか、それともつけてるんですか。いい質問だな。我が本部エーテルスター根源の星はアルケニウムが大量に付属されていてな、まあ、それこそ装着者の俺のこの魔力の具合によって非常にな、あのでっかくなって大きくなって解決するよ。大丈夫だよ。この次元箱舟によって俺が得られたエネルギーがここによって召喚されるというわけだ。まあ、つまりどっちかというと装着されており、どっちかというと生えてるのではなく、私の頭に装着されているということ。じゃあ総じて、一言で言うと装着されているということですね。まあそういうことだな。そうだね。手外しかということです。お付けだと思わないよ。武器ね。もう俺が最強のものになったらもうこれがもう武器にもなるから。もうお前武器になんで覚悟して戦うんや。いやいや、乗らなくていい。武器になるのじゃん。ストックとかもあったりするんですか。無限にあるな。俺の財宝。同じのが何個もあるのあれ。ほら戦う時とこれを召喚してもうボンって爆撃するみたいな。何日ぐらいで交換するものなん？何日とかないな。永遠に。何日がないの？選択とかしなくて大丈夫。あんまり言うな。あんまりそれ以上は言ってない。これは金だね。次の質問ですね。次。じゃあ次は極秘情報だからな。